グレーヘアについて語っちゃうよー。はい、こんにちは。のぶよ本店ののぶです。今日のテーマは、のぶ流グレーヘアのうんちくを一挙大公開。こういった内容でお届けしたいと思います。グレーヘアとは何ぞや。一言で言うと、白髪のことを英語で言ってるだけである。そうなんです。英語では白髪のことをグレーヘアと言うんです。日本人は白髪のことを白と言うけども、英語圏の人たちはグレーと言う。なので、グレーヘア。ただ、これだけなのね。でもそれだけじゃ、動画が今日はこれで終わっちゃうから、もっともっと詳しくお話ししようと思います。もうすでに世の中でグレーヘアという名称が一般的に知られるようになって久しいですが、改めてここでグレーヘアについて、ノブ流のうんちくをバッチリと語りたいと思います。自分自身もグレーヘアを視野に入れてる方のみならず、すべての白髪世代、大人女子に見ていただきたい。今日はおしゃべりのみの動画になっておりますので、ながら聞き大歓迎です。お台所しながら、お化粧しながら、車の運転しながら、お耳だけで十分理解できる内容となってますので、必ず最後までじっくりとお楽しみください。では、行ってみよう。では、早速参ります。このグレーヘアイコール白髪のことである。ということは分かってもらえたと思うんだけど、近年このグレーヘアという言葉の使われ方がね、大きく分けると3つあると俺は解釈しております。一つずつ説明しましょう。その1、最初に紹介したように白髪のこと、白い髪の毛のことね。白髪世代大人女子にとって白髪という名称はね、すごく嫌な響きだと思うのね。とってもネガティブな響き。これをもう少し印象のいい言葉にする。日本人が大好きなカタカナにする。カタカナにすることによって、ちょっとオシャレっぽく、少しでもポジティブなイメージにする。そういった意味合いで、グレーヘアと呼ぶ。これが一つ。そして二つ目。これはね、主に美容師さんたちが使う傾向にあると思います。それは何かというと、これまでヘアカラーで白髪をカバーしていたお客さんが、もうヘアカラーを卒業します。染めない人生を選択します。そういった気持ちに応えるべく、ヘアカラーをしない人生と導いていく。この過程。使い方としては、あのお客さんグレーヘア中だから、的な感じかな。そして三つ目。これこそが今ね、グレーヘアっていう言葉を一番メジャーにしたし、あなたがグレーヘアという言葉を聞いた時に連想するものだと思います。それは何かというと、白髪を隠すことをやめた女性、またはその人の生き様って感じじゃないかな。ではここからこの3番。白髪を隠すことをやめた女性、またはその生き様。これについてお話したいと思います。そもそも、なぜ人は白髪を隠すんでしょうか。これはね、端的に言ってしまえば、白髪イコール老いの象徴だからだと思うの。特殊な例を除いて一般的に白髪っていうのはある年齢以上になって生えてくるものだよね。つまりすごく老いを感じる。そして相手に老いを感じさせてしまう。このことが古来から忌み嫌われてるからだと思うの。ああもう私もこんな年になっちゃったんだな。私もおばさんの仲間入りなんだなと。このことをできることなら認めたくない。人に知られたくない。だから一生懸命ヘアカラーをして白髪をないものとしたいわけだよね。そしていつまでも若々しくいたい。これが女性の基本的な願望です。ではなぜ近年グレーヘアという言葉とともに白髪を隠すことをやめた女性またはその生き様が世間に広く注目されるようになったのか。これを俺が分析するに白髪ならではの見た目の美しさはもちろんなんだけど、それ以上にその心意気、潔さ、生き様だと思うのね。白髪という本来だったらネガティブなはずのものを隠すことをやめるという潔さ。これがだね、見た目だけではなくってその人の内面、生き様。これがかっこいい。憧れちゃうということがそのグレーヘアを実現できている女性に対する多くの女性からの注目を集めて高い関心を寄せられて憧れの的となったと。こういうことだと思うね。なので今日これを見てくれている女性の多くは心のどこかで私もいつかグレーヘアという気持ちがあるんだと思うの。なので普段の何気ない会話の中でね、まあまあな回数耳にしたことがあると思うの。私もグレーヘア憧れるわ。いつかあんな風になれたらいいな。ただほとんどの人はそれをしないよね。だっていつかはやりたいと思ってるのの言葉の後に必ずでも何々何々できない理由がくっついてくるよね。でも私の場合は何々っていうその理由が、これはね、その言葉を言ってる人もよくわかってるのよ。グレーヘアになるのはそんなに簡単じゃない。そして本当に自分が髪を染めなくなる、ちょっと言葉悪いけど白髪丸出しで生きるっていう覚悟は決まってないってことが。じゃあなぜグレーヘアに憧れるなんてことを言うのか。これは本気でそのグレーヘアになってる人、要は
白髪を隠すことをやめた女性に対するリスペクトがあるのも確かです。でもその中にはそうでもならない限りいつまでこの白髪染め地獄が続くのか、これに対するうんざり感、ストレス、お金も時間もかかる、頭皮にも髪にも良くないことがよく分かってる、これなんだと思うんだよね。これが確実に存在してるんじゃないかと思うわけ。染めても染めてもちょっと日にちが経つとすぐに気になってくる白髪、これから解放されたい。グレーヘアで素敵に輝く女性たち、私もあんな風に潔く、そして見た目も素敵になりたい。でもなんだよね、このでも、ここにものすごく高い壁が存在してるわけ。そこでグレーヘアには憧れるでもという方に選択肢は3つございます。 1. 全く染めない、ただ切り続けるだけで途中はどんなにおかしくても頑張って絶対にヘアカラーをしない、これ一番きついですね。 2. ここ信屋本店の常套手段として染めないわけではないの、でも全体的になるべく明るめに染める、そしてハイライトだったりローライトだったりという工夫で白髪が伸びてきてもなるべく気にならないようにする。これまでビチッと白髪染めをしてた人が例えば3週間で気になり始めたのが1ヶ月経ってもそれほど気にならないね、こういったことができるし、中には今まで行ってた美容院では1ヶ月が限界だったのがノブさんに染めてもらったら2ヶ月経っても全然気にならないわという人すらいる。これには当然感じ方の個人差はあるんだけど、明るめに染める、そして一色で染めないということで白髪を染めなければいけないというストレスからはかなり解放されます。そして明るめに染めてることによって、もしある時やっぱりグレーヘアに移行しようと思った時にすんなりと移行できると、時間もお金も髪のダメージも最低限で染めない人生に移行できると、こういうことね。そして3つ目、そもそもがそのグレーヘアに移行するということが得意な美容師さんのところに行く、この場合は2で言ったもともと明るく染めてるの人じゃなくても、かなりがっつり白髪染めでね暗く染めてた人も、そういったグレーヘアに移行するお手伝いが超得意な美容師さんのところに行くと、技術的なノウハウだけじゃなくてね、いろんな選択肢の中からあなたにぴったりなグレーヘアに移行するという道を提案してくれるわけ。もちろんここ信屋本店でもね、そういったお手伝いはグレーヘアという言葉が流行り出すずっと前から何人もやってきました。でももう今はね、グレーヘアっていう言葉がこれだけ広まったので、白髪を染めない人生に上手に導いてくれる美容師さんっていうのはものすごく世の中に増えたと思うのね。現実問題として悲しいかな、一般的な美容師さんはなかなかそのお手伝いができませんという人が多いのは確かなんだけど、グレーヘアに移行するっていうことをものすごく数多くやってる、その技術もノウハウも持っている美容師さんが存在している、今どんどん増え続けているのも確かです。なのでそういった美容師さんを真剣に探す、この3つだね。さてあなたはどの道を選ぶでしょうか。では次に実際グレーヘアになった時のメリットデメリットというのをお話しましょう。これはすでにいろんなところで言われてるんだけど、髪を染めない、つまり白髪丸出しの状態ではですね、やっぱり髪のコンディションが良くなければものすごく老けて見えてしまう、汚らしく見えてしまう。そして髪のお手入れだけじゃなくて、メイクもお洋服もアクセサリーも持ち物も全てただ面倒くさいから染めないんですというふうに見られないようにする、ものすごくトータルのバランス、細かいところへの気遣いというのがないとダメだってことだね。だから残念ながらもう白髪を染めるのがうんざりだから染めるのやめるわっていう人だと、本当にただの何にも気にしてない人になっちゃう。そして難しさはまだまだこれだけじゃないんだよ。そもそも白髪、白というのは最も明るい色なのね。厳密に言うと白とか黒っていうのは色ではないんだけど、まあ白を色だとした場合ね、色の中で最も明度が高い、つまり明るい色なの。ってことはどういうことかというと、ものすごく派手になるってことなのよ。分かりやすい例で言うと、例えば若い男の子がビジュアル系のバンドやってますと、わざわざ染めて白っぽい髪にしてると、すごく派手に見えるでしょ。だからここで言う白髪を隠さないということに関しても、白髪の比率が高い人ほどものすごく派手な印象になりやすいのよ。まあ単純に言っちゃえば目立ちやすいってことね。特にあなたがまだ年齢が若い、または顔立ちがすごく若く見える、そういう人ほどものすごく派手に見える。
これがだね、80代90代のおばあちゃんがヘアカラーをしてなくて自分の地毛、つまり白髪でいるとあんまり派手に見えないでしょ。つまり顔立ちと髪の白のバランスがめちゃくちゃ難しいってことなのよ。ちょっと言い方はよろしくないかもしれないんだけど、顔がおばあちゃんになってないのに髪の毛が白くなるってことはアンバランスを生むっていうこと。それともう一つ知っておかなきゃいけないのは、髪が白ければ白いほど肌の色は暗く見えます。なぜかというと、人は隣同士にあるものを対比するという目の癖があるわけ。言われると結構わかると思うんだけど、白いお洋服を着てる時っていうのは肌は暗く見える、黒いお洋服を着てる時っていうのは肌は白く見えるのよ。これは人というのは見る時に隣同士にあるものを対比して見るっていう目の性質があるからなのね。これと同じように真っ黒な髪の場合は肌は白く見えるし、真っ白な髪の場合は肌は暗く見えるんです。肌よりも白いものがあるということで、髪が白ければ白いほど肌はその対比で暗く見えます。だからね、これらのことを加味するとグレーヘアでいくということは、髪の面積をなるべく減らすってことがそのリスクを最小限に抑えることができるということでもある。ベリーショートにするとか、ある程度長さがある髪はなるべくコンパクトにまとめる、こういう工夫がすごく大事になってくるってわけね。これらのことを全部踏まえた上で、やっぱりグレーヘアというのは全身トータルで本当に細かいところまでこだわって初めて成功する、こういう難易度を持ち合わせてるというわけね。とまあここまではあんまりよろしくないこと、あなたを脅かすようなことばっかり言っちゃったんだけど、もちろんメリットもあります。それは何と言っても髪を染めるための時間、お金、労力、これが必要なくなるということと、白髪が伸びてくるというね、恐怖やストレスから解放されるということ、これが何と言っても一番大きいよね。もちろん髪や頭皮を傷めない、さらに地球環境にも優しい。あとは周りの女性からものすごく称賛されるよね。女性からめちゃくちゃ褒められる。これはね、他の例で言うと髪の毛をバッサリ短く切るとこの傾向ってあると思うのよ。これはだね、自分が心のどっかでやりたいと思ってることを実際自分はできないんだけど身近なあなたがやった、こうなるとですね、女性というのはいいね、素敵だねっていうふうにこうすごく褒めてくれるよね。グレーヘアっていうのはこれのさらに上級者がやることだからね、それはそれは晴れてグレーヘアになれた日っていうのは周りの女性からものすごく称賛されると思います。そしてこれはさっきの難しさのお話とも関係するんだけど、グレーヘアになった以上はものすごく自分が女性としていつも綺麗でいるってことに、髪を染めていた時以上に気を使うようになると思うよね。やはり女性は自分が女性であるということ、このことに強い自覚を持ってるし誇りも持ってます。なので髪を染めていた頃以上にグレーヘアになると自分のビジュアル的なことに意識がものすごく高まる。そうなるとさらに周りの人から褒められる、そして自分に自信がつく、さらに人生がより豊かになっていく、こんなとてつもないメリットも潜んでおります。以上がノブ流のグレーヘアに対するうんちくでした。あなたにはたくさんの選択肢があります。どれをチョイスするかはあなた次第、どうぞじっくりと考えてみてください。さてここからは美容師さんに対してのメッセージです。もしあなたの目の前の大事なお客さんがね、グレーヘアに移行したいと言われた時、現状どうでしょうか。グレーヘアへの道をしっかりとサポートしてあげられる技術と知識はあるでしょうか。プロとしてグレーヘアになるということに対するあなたなりの考えはまとまっているでしょうか。まさかいないとは思うんだけどね、うちのお客さんがみんなカラーやめちゃったら商売上がったりだから、そんなのとんでもねえことだなんてつまんないことは考えてないよね。俺は何もね、世の中の女性にどんどんグレーヘアをおすすめしてますというタイプでは全然ないです。ただね、大事なお客さんからグレーヘアについて相談された時、それは俺なりのしっかりとしたプロとしての意見をきっちり伝えてあげたいし、いざグレーヘアに移行するといった時にそのための技術や知識は常に磨いていきたい、そう思ってるわけね。今後日本はどん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 高齢化が進みます。俺現在50歳、ね、俺と同じぐらいの世代の人たちは世の中にたくさんいます。これからグレーヘアへの需要は確実に高まります。なのでちょっと技術や知識に自信がないなという人はね、今から準備しなきゃダメです。たった今からでなければ5年後10年後、あなたの大事なお客さんが悲しむことになります。そして最悪の場合、あなたの元を離れて
あなたよりももっと私を素敵にしてくれるという美容師さんのもとに行ってしまいます。美容師としてこんな悲しいことはないよね。だからもし今現在カラーリング自体がちょっと自信ないんだよな、グレーヘアなんて言われるとゾッとするんだよな、何をどうしていいかさっぱりわかんないんだよな、そういう人は今こそ勉強するべきです。その勉強は何もお金を払ってセミナーに行かなきゃできないわけじゃないです。今あなたが見てる YouTube ね、 YouTube って本当に俺素晴らしいなと思うんだけど、どんなこともタダで勉強できちゃう。この YouTube の画面内に虫眼鏡のマークがあるでしょ、あそこ言葉が入れられるようになってるから、そこにグレーヘアって入れるだけでね、ものすごい数の動画が出てくるはず。なので今日からやることは、まずは YouTube 内でグレーヘアという言葉を入れて、いろんな動画を見てグレーヘアに移行するお手伝いをするためのノウハウを今から頭にたくさん入れておきましょう。もちろん実際にウィッグを使って練習したり、身内の人に実験台になってもらったりして場数を踏みましょう。そしてあなたの大事なお客さんに喜んでもらいましょう。まだまだ全然手遅れじゃないからね、頑張っていきましょう。ちなみに俺も一切カラーをしてない、いわゆるグレーヘアです。そしてヒゲはもっとグレーヘアです。ちなみにこんなとこもこんなとこもグレーヘアだったりします。ご興味ある方はぜひご一報。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。